なんか褒めるの気持ち悪いかもしれないけど、ケンタロ君のやっぱり洗顔の魅力は愛されるんですよ。わかります、わかります。でケンジさんってやっぱりすごい愛された人じゃないですか。愛されてましたね、本当に本当に、あのナイスないですよね。いつもわーって入ってきて、で一発でもみんな引きつけて、それでわーはーはーっていう、あの最高にね、あの本当にこれがあの忘れられないですよね、あの声。忘れられないですよね、あの声。でその愛され方もだから全体の方がこう引き継いで、だからこの業界の中であの本当に、まあ、ケンダルさんに愛されてるんですよ。いや本当そうです、本当ですか。大体ね、みんな憎しみ合うんだけれども。まあ、でも父がやっぱそういう人だったんで、あの父に世話になったって人たちがめちゃくちゃ可愛がってくれたんですよ。だからうちの父もよく言いましょう、まあどんな立場であれどういう相手に対しても、まあ本当に人には良くしようというようなことはずっと言われてきたんで、その時はあれまで。なるほど。